こんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は7月中旬です。前回の動画を撮影してから約2週間が経ちました。撮影を行った日の日中の天気は晴れ時々曇りでした。気温は朝方は18度にまで下がりましたが、昼頃には25度にまで上昇しました。今回は撮影当日の環境視察の様子と内見のトピックスとお伝えしましょう。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。ところでこの映像はドローンを養蜂場の西 1km の地点から養蜂場に向かって高度 100m のところを飛ばせながら撮っているものです。ドローンの飛行速度は時速 30km です。前回の動画で私たちは養蜂場の四方を取り囲んでいる牧草畑の草原が非常に熱心に刈り取られていると申し上げました。ただしこうやって空の上から見渡してみると牧草の刈り取りの時期は農家さんの作業計画に従って圃場ごとに違っていることもわかります。緑色に茂っているのは割と前に、つまり2週間から3週間前に刈り取られた牧草畑です。そこでは刈り取られた後に新たに草が再び生えてきています。それに対して黄色い畑はそれ以後に、つまりここ2週間のうちに刈り取られたところでして、まだ草が再生していません。前回の動画で再生した牧草畑ではクローバーの花も一旦きれいに刈り取られてしまった後で、時を経て二次的に再び咲き始めていると申し上げました。では再生した草原の様子は一体どのようになっているのかをもっと近くにまで寄って見てみることにしましょう。これは養蜂場の東隣の草原です。ここの草は2週間から3週間前に一旦刈り取られました。その後草が再生してきましたが、それとともにクローバーの花も咲いてきています。萌木色の牧草の絨毯に彩りを添えている散りばめられた白い点がクローバーの花です。なおこの映像はドローンを地上1メートルのところを時速 3km で飛ばせながら撮っています。ただしこのようにクローバーの花が復活しているからといって、それが果たして実際に流蜜しているのかどうかはまた別個に検討しなくてはいけない問題です。クローバーは立派に花が咲いていても流蜜していないことが時々あります。クローバーの花が二次的に咲いているのは刈り取られた牧草畑だけではありません。これは牧草畑ではありませんが、クローバーの花が一旦は枯れた後で別の花茎が出てきて、そこから新たな花が再生しています。ただしこれが流蜜しているのかはやはりわかりません。ミツバチがクローバーの花を訪れている場面をあまり見かけませんでした。なお黄斑ゴンソウの花が咲き始めています。それでは次にこの日の内見の様子を見ることにしましょう。はい、スイタを手で持ち上げるとずっしりとした重さが感じられます。ただしミツブタはまだかかっていません。最後の採蜜を行ったのは5日前のことでした。蜜はほぼ通常のペースで集まっているとして良いでしょう。これは前回女王蜂が不在であった群です。映像の真ん中に女王蜂がいます。この2週間の間に羽化したのです。さらに交尾飛行も済ませたようです。見つかった変性王台に失望した跡があります。今の女王蜂はこの変性王台から誕生したようです。蜜がどんどんと溜まってきて、ついたの数が不足するようになってきました。そこでついたを2枚だけ追加することにします。
具体的な手順としては、まず2段がサネになっている巣箱のうち下の段から胞子がいっぱいついたスイタを2枚だけ抜き出して、それらを上の継ぎ箱へと移動させます。そうしてから今度は下の段の巣箱に新たにできた空いたスペースにまだ使っていない全く新しいスイタを2枚入れます。なお今のは昨年の10月の動画で紹介した野良鉢の群でした。これはそれとは別の群ですが、ここでも蜜は結構ずっしりと溜まってはいますが、まだ蜜蓋がかかっていません。蜜がここ 2,3 日のうちに急速に溜まったので、まだ熟成してはいない、どうやらそのようです。ところでこの群の女王蜂の年齢は2歳です。過去の動画では高齢の女王蜂の抗体が視野に入っていると紹介しました。そのせいでしょうか、立派な黄台、黄腕がいくつもできています。ただし女王蜂は依然としてこのように健在です。背中に赤くマーキングしてあるのが女王蜂です。ご覧のように胞子もいっぱいいて、産卵が精力的に行われていることを示しています。このスイタにも非常に立派な黄台があります。働き蜂たちがこの黄台を一生懸命に守っています。こうなってくるとこのコロニーで起こっていることは女王蜂の抗体を前提とした流れではなくて、分法を前提とした動きのようにも見えてきます。ここにも立派な黄台があります。しかもこれなどは先端の方がすでに飛び色に変色していて、新女王蜂の出房が近いことを告げています。この経営では結局立派な黄台を2つだけ残して、それ以外の黄台をすべて潰すことにしました。今いる女王蜂はそのままにしておきます。今の女王蜂は羽を切ってあるので、コロニーを割って分蜂するリスクはありません。想定されるシナリオは、先の飛び色の黄台の女王蜂が先に生まれて勝ち残るというものです。新女王蜂と現在の女王蜂とは一時期共存するかもしれません。これはまた別の群の巣門付近の様子です。蜂たちが巣門付近でやる気なさそうにたむろしていますが、これこそが分蜂の兆しである可能性があります。この群でも前の2つの群と同じように蜜は溜まっていますが、蜜蓋はついてはいません。集まっている花粉はクローバーの山吹色です。この群の2段がサネの巣箱ではすでにスイタを満杯になるまで入れてしまっているので、スイタをさらに追加することはできません。背中に赤い印をつけている女王蜂は健在です。産卵も順調に行われているようです。そこで分蜂の芽を摘み取るために、まず黄腕や黄台を丁寧に潰します。次に巣箱を現在の2段から3段がサネにすることも選択肢の一つでしたが、今回はそれを行わず、代わりにふるい落とし法で対処します。ふるい落とし法については渡辺博子著の近代養蜂に次のような記述があるので紹介しましょう。これは分蜂熱を起こしている蜂群の巣皮をミツバチの付着しているまま取り出して、片っ端からその群の巣門の前へふるい落とすという奇抜な方法。ふるい落とされたミツバチはしばらくもたもたしていますが、結局元の巣箱に入って行きます。そして元の巣箱に戻ったミツバチは分蜂したと同じようにすっかりあく抜けして、心機一転活発な集蜜活動を再開するものです。つまり
ふるい落とされるということは、ミツバチにとっては文法に類似の代用満足を与えるものと思われます。この事実を発見したのはソ連のタラノフですが、今ではこの方法はアメリカでもシュックスワーミングという名で広く行われています。ふるい落としの現場を見ていると、文法に向けて意識が凝り固まった蜂たちにふるい落としの往復ビンタを与えることによって正気を取り戻させているようにも見えます。今回も終わりが近づいてきました。なお今回も前回に続いてスズメバチのお話はしませんでした。ただスズメバチと関わって一つだけ申し上げたいことは、今回半日に及んだ養蜂場での作業の間にただの一頭のスズメバチの飛来も見なかったことです。こうした傾向が今後も続くことを願うばかりです。スズメバチトラップのデータは引き続き取り続けておりますので、檻を見てそれをまとめた結果を報告したいと思っています。それでは次回またお会いする時まで、よろしければ登録・高評価での応援をお願いいたします。ごきげんよう、さようなら。